韓国ソウル地域の新型コロナウイルス新規感染者数が再び900人台に落ちた。新型コロナウイルス3次ワクチン接種率が徐々に高まっている上、大規模な集団感染が減ったことが影響を及ぼしたという分析である。しかし、活動量の多い20から30代を中心に感染者が増えており、感染経路がわからない集団感染が依然として地域社会の随所で発生している。変異ウイルスであるオミクロン株が優勢種となる見通しが強く、まだ安心できない状況である。9日、ソウル市によると、同日午前0時基準でソウル地域の新型コロナウイルスの新規感染者数は966人と集計された。これは前日より28人が少なく、1週間前より215人減少した水準である。ソウルの感染者数は昨年11月から始まったウィズコロナ体制以降、急激に増加した。特に、先月14日と15日にはそれぞれ3166人、3056人と初の3000人台を突破したが、その後、徐々に減少傾向を見せている。今月に入り2日と3日は900人台を記録した。その後、再び1000人台まで上がり、3日間1412人、1208人、1037人を記録し、翌日、再び900人台に落ちた。この日の主要集団感染事例は、ソンパクでの市場関連16人、キャンジン区にある療養病院関連6人、チュンナン区にある職場関連2人、ソチョクの中学校関連3人などである。感染経路を調査中の事例は352人である。活動量の多い20から30代を中心に感染者が増えている。感染者を年齢別に見ると、30代が 18.6%、20代が 17.3% で最も高かった。後に続いて40代、50代、60代、10代、9歳以下、70歳以上の順だった。一方、新型コロナウイルスによる死亡者は直近24時間で21人が新たに把握され、累積1955人と集計された。同日0時基準のソウルの累積感染者数は235,415人、隔離治療中の患者は44,060人である。